え皆さん、こんにちは。えー、こんばんは。石原正志です。なんか斜めなってるな。こっちか、正面はこんばんは。こんにちは。どうも。石原正志でございます。えっ、ー、と、本日はですね、あの、以前から、あの、ツイッターとか、あの、ま、ブログの方では、あの、宣伝していたんですけれども、えー、このエスプロレコーズのですね、このイベントのお知らせを、こちら YouTube でもさせていただきたいなと思っております。 ちょっとなんか目元が暗いなって感じがしますけど、まあ、大丈夫だと思いますけども。えっ、ー、と、今年のもう12月の、まあ本当に終わりの頃ですね、えー、12月17日のあのー、日曜日にですね、えー、このエスプロプレゼン、今あのー、エスプロレコーズの,この公式の、えー、YouTube チャンネルの方で、あのーね、投稿させていただいてますけれども、えー、この、 京香と正志の青い山脈という、あの、先輩、事務所の先輩の三田京香さんとですね、えー、それから放送作家の鶴間正幸さんと、えー、3人でこの行わせていただいてますけれども、この青い山脈のですね、この公開収録、それからその後スペシャルライブということで、これ、タイトルがですね、エスプロ・プレゼンツ、えー、京香と正志の青い山脈、YouTube スペシャルライブということで、 横文字が続くとね、苦手なんですけどね、この、YouTube、いつもの YouTube 番組のですね、この公開収録、そしてこの、その後、まあ、ミニライブを行うということで、十12月17日に、こちら、計画して、もう、あの、チケット販売も始まっております。こちらですね、日時が、十12月17日の日曜日、これはですね、15時半、まあ、午後の3時半ですね、 えー、15時半開園でございまして場所がですね東京都内でございますけどもえっ、ー、と品川駅のですねあのまあちょっと今詳細右の方にあの出してると思いますけれどもえっ、ー、と品川 J スクエアというところでございましてこの品川駅のこの港南口をですねあの降りていただいてもう歩いて3分ぐらいの,あの近いところにあるんですけれども えー、品川 J スクエアという、この、まあ、ジョイサウンドさんと、この、同じ一緒にくっついてる建物ですね。えー、品川 J スクエアというところで、えー、12月17日の、えー、日曜日、午後の13、えー、15時半から、この、えー、YouTube の公開収録と、それからライブ、えー、計画しております。えー、こちらですね、 全席自由となっております。全、えー、席自由でですね、3000円となっておりますね。えー、当日券ですと、まあ、3,500円かかりますけども、えー。こちらチケットはですね、えーと、このエスプロレコーズの方に、えー、この電話あるいはメールとか、えー、でも予約承っております。それから、えー、このプレイガードですね、えー、チケットピ、ペ、え、ア、ー、こういったものでも随時、えー、販売しておりますので、 えー、こちらはまた当日もお入りいただきますけれども、えー、まだお席に余裕がございますので、えー、どうぞ、あのー、まあ近い、あのー、お友達ですとかまたご家族いろんなご親戚でも、あのー、いろんな方をぜひあのー、お誘いの上、えー、よろしかったらお越しいただきたいなと思っておりますこの時はですねやっぱりこのただこの YouTube の公開収録というよりも またあの皆さんとですね、この一緒にまた楽しめるようなあの企画もご用意しておりますので、えー、見どころ、聞きどころ満載の、えー、企画となっております。本当に楽しく愉快に、この、三、えー、3人で、このエ、えー、スプロプレゼント、京化と松市の青い山脈、えー、この YouTube スペシャルですね、えー、盛り上げてまいりたいなと思っておりますので、ぜひご予約いただけたらなと思っております。 えもう12月17日ですと、やっぱりまあ年末でございますね。あの、年末いろいろとご予定の、ご予定もある方も多いんじゃないかなと思いますけれども、ぜひ一つ、そのご予定の中にこの企画、えー、入れていただければなと、予定を分けていただければな、嬉しく思っております。ぜひぜひ皆様ご予約をお待ちしておりますので、どうぞ何卒よろしくお願いいたします。